なりたいチャンネルです。チャンネル内の自然音、その他の朗読もよろしくお願いします。異世界ライフ、異世界のんびり農家159、冬の工作160、ギリ冬、朗読を始めます。異世界のんびり農家冬の工作。もうすぐ春になる。それを感じながらもまだ寒い。猫はこたつで寝ている。最初の頃はいろいろと遠慮気味だったが、今では黒たちに混じってこたつに入れるぐらいになっていた。お気に入りは屋敷の針のスパイダーウォーク。冬でも起きている座布団の子供たちと場所の奪い合いをしていた。いや、奪い合いというか譲り合いかな。喧嘩しないかなと心配したけど、問題なかった。双方、頭が良いからな。座布団の子供たちは知っていたが、猫もなかなか賢い。トイレは1回で覚えたし、食事も待てができる。失敗らしい失敗といえば、1回、酒樽に落ちて溺れかけたことだろうか。助け出した後も千鳥足だったな。ちなみにその時の酒は、酒スライムが味わっていた。その後、妙に酒スライムが猫を酒樽の方に誘導するようになったが、猫は巧みに避けている。馴染んだというやつかな。そういえば猫はオスだった。メス猫をどこかからもらってきてやるべきだろうか。今日の俺の作業は、屋敷の作業場に置かれた大きな馬車が相手となる。馬車。車輪がついていて、馬で引っ張るやつだ。開拓時代の幌馬車がイメージとしてあるが、目の前にあるのはボックスタイプ。貴族が乗るようなやつで、各所の装飾は豪華だ。うちは2人がゆったりと座れるソファーが向かい合うようにセットされている。外には御車が2人座れるようになっており、合わせて6人乗り。フラウに言わせるとかなり良い馬車だそうだ。それがなぜ俺の屋敷の作業場にあるかというと、この仕掛けはどういったところに使うんですか？俺が作ったサスペンションに山エルフたちが食いつき、用途を説明したらマイケルさんから馬車を強奪5本借りてきたからだ。サスペンションを作ったのはスプリングができたから。前々からハウリン村に要望しており、小型ワイバーン便で完成を知らせてくれた。ベッドやソファーに仕込もうと考えていたのだけど、残念ながら引き取ったのが予想より大きく硬いスプリングだった。何でも棒状の鉄を作って曲げると強度に問題があり、最初からある程度曲げてスプリングを作ったそうなのだが、今の技術だとこれが限界と言われた。受け取った俺としては、せっかく作ってもらったのだからなんとか活用法と考え、思いついたのがサスペンション。スプリングの大きさが車のサスペンションみたいだったから、車の模型を思い出し作ってみた。ショックアブソーバー。スプリングの中に入れるピストン部分は木製で、強度に不安があるけど試作だからな。ピストンの中に入れるオイルは村で採れた油。貴重品だが使ってみる。油が漏れないようにするのが少し手間だったが、なんとかなった。で、完成。作ってみたけど、これどうしようかなと思っていたところに山エルフ。ハウリン村に作ってもらったスプリングは数があったから、とりあえず1台分やってみようとなった。そうなると行動が早い。山エルフたちはラスティとフラウを巻き込み、数日かけてマイケルさんのところで馬車を獲得してきた。始祖さんがお出かけ中でなかったら遠慮なく使った気がする。スプリングが鉄製で重いから数は使えませんね。車軸と車体を分離させ、サスペンションを前後4箇所ずつの計8箇所に。でもって改造できる場所を徹底改造。車体の軽量化、収納の拡張、車輪、車軸の強化、玩具の改造みたいだ。馬車でやるとは思わなかったけど、俺と山エルフたちは徹底してまさぐった。結果、お尻が痛くない。うちにも1台欲しいな。これは売れます。ぜひ、量産化を。フラウ、ビーゼル、文官娘衆の感想。これまでの馬車に比べ、格段に振動が柔らかいので嬉しいとのことだ。俺も乗ってみたが、言うほど良い乗り心地だろうか。かなり揺れる。前はこれよりひどかったのか、車体に車軸がちょっに設置されていたしな。周囲の驚き具合からかなり改善されたと考えよう。ちなみに馬車を引いたのはケンタウロスの駐在員。馬を呼ぶ前に自主的に引いてくれた。しかも2人で。現在ウルザを中心とした子供たちが馬車に乗って楽しんでいる。普通はあんな速度で馬車を走らせないよな。俺の質問に順番待ちをしている見学者たちは首をかしげた。馬車に乗ったことがあるものは少ないらしい。馬車は他のものに任せ、俺は別のものを作業する。まずは今年生まれた子供たちのための積み木。持ちやすく、なおかつ口に入れない大きさにするのが難しい。角も取り、怪我をしないようにヤスリをしっかりとかける。丸、三角、四角の基本は複数。細長いのや少し曲がったやつも作り、完成。丁寧にやったので、4セット作るのに夜までかかってしまった。万能農具じゃなかったら、もっと時間がかかっていたんだろうな。馬車はケンタウロスの交代要員が追加され、遅くまで走っていた。耐久テストでもやっているのかな。ドワーフたちが馬車に乗りながら酒を飲むことにチャレンジしていたが、大丈夫だな。彼らは意地でもリバースしない。馬車の内装が汚れることはないだろう。翌日、今日の作業は椅子。椅子といっても普通の椅子じゃない。足にソリみたいなのがついていて揺れる椅子。正式な名前は知らない。俺はおじいちゃん椅子と呼んでいた。それを作ってみた。ロッキングチェアですか？正式な名前が分かった。とりあえず、強度と耐久チェックをと思うのだが、自分で座ってみて大丈夫そう。耐久に関しては、長く使うしかないよな。作った椅子に座布団を置き、その上に酒スライムを座らせて揺らしてみた。ふるふると喜んでいるように見える。そうかそうか。5分ぐらいで飽きて去っていった。そうか。現在、猫が椅子に座り微動だにさせない。揺らしてほしいのだが。まあ、いいか。今のところ問題はなさそうだ。本命を作る。そう、ロッキングチェアは実験。本命はゆりかごだ。これまで何度か作ろうと思った。いや、実際に作った。しかし、赤ちゃんが使うと思うと怖くて不採用にしている。だが、そろそろ良いだろう。お父さんの作ったゆりかごで寝てほしい。勢いに任せて頑張った。まずは1台。45度以上傾くと転倒の恐れがあるな。60度、いや90度でも元に戻ってもらわないと。この筒は何ですか？山エルフの純真な瞳が痛い。苦心し、なんとか1台、普通のゆりかごを作った。うん。考えすぎは良くない。普通が一番。実際に使う者たちに評判を聞いてから改善しよう。俺は早速アンのもとに行き、捕まり立ちをしている息子の勇姿を見た。子供の成長は早いなあ。リアたちのところも同じだった。ゆりかごは不要だそうだ。次の子が生まれた時に役立てよう。ちなみに、これまでは天井から吊るしたゆりかごを使っていたらしい。お父さん、空回り。ロッキングチェアの上に座る猫が、俺を慰めるように泣いてくれた。ありがとう。異世界のんびり農家。ギリ冬。春かな？まだ冬。悩む感じのこの頃、もう春と思って農業を始めてもいいかな。そわそわし始めている。しかし、いきなり天候が悪くなるというか寒さがぶり返すので油断はできない。春の目安はいろいろあるけど、今は賑だ船に任せている。まだ、もう少し先。春は遠い。山エルフたちが俺の作った椅子を改造している。ロッキングチェアではなく、肩たたき機能をつけた椅子だ。スプリングが余ったので作ってみたのだが、パワーが足りなかった。スプリングが硬すぎるのも問題だとは思うが、動力が水力だからだろう。ここで俺が放り出したのを山エルフたちがいじり出した。現在、歯車を使ってパワーを補おうとしている。それは良いのだが、その肩たたき機能のついた椅子は誰が使うのだろう。村にそれを必要とする人はいそうにないが、始祖さんやドース魔王も使いそうにないしな。現状技術向上が目的だな。うん。ところで山エルフさんたち、俺の説明は聞いてなかった。これは拷問道具じゃないぞ。肩たたきにかぼちゃを割るパワーはいらないからな。始祖さんは仕事で出ているので転移魔法に頼れない。気軽に温泉に行けないのが不便だが、頼りすぎるのもよろしくないと反省。俺は白蓮と共に温泉に向かう。最近白蓮のテンションが低い。原因はウルザ。最近ウルザが白蓮離れを始めたのだ。事の発端は獣人族の男の子たち。簡単に言えば彼らがウルザをめぐって喧嘩したのをウルザが殴って止めまとめた。さらにウルザは獣人族のガット夫妻の娘ナートを巻き込み、リザードマンの子供たちを従えた。村の低学年の子供たちのまとめ役にウルザはなったのだ。そうなると目覚める母性というか姉性、リーダーシップ。年齢的には獣人族の男の子たちの方が上だが、世話をするようになると同時に白蓮から離れていったと。白蓮はウルザの成長を喜びつつも寂しさで困惑しているようだ。ルーやティアたちもこんな風になるのだろうか。十人十色かな。俺はそんな白蓮を見かね温泉に誘った。温泉の番を任せた資料騎士の様子も見たいしな。2人だけで移動してすぐに帰ってくるつもりだったが、ウルザに見つかり、獣人族の男の子やナート、リザードマンの子供たちが同行することになった。俺がどうしようかと悩んでいる間に、久しぶりにウルザから白蓮の方に来たのが嬉しかったのか、白蓮が引き受けてしまったのだ。ウルザとは夜同じ部屋で寝てるだろ。知ってるぞ。俺と白蓮だけでは子供たちの面倒を見られないので、鬼人族メイドのラムリアス、獣人族のセナに同行を頼み、準備運動をしながらこちらを見ているリザードマンのダガと獣人族のガルフを護衛として連れていく。戦力的には白蓮がいるから大丈夫かなと思っていたら、ビーゼルとフラウも同行を申し出てきた。温泉に入りたいらしい。ビーゼルがいるなら転移魔法で移動するか。残念ながら移動先を知りませんから。ビーゼルの転移魔法は移動先を知らないと転移できないとのこと。じゃあ初めて村に来た時は歩いてきたのかな。見える範囲に短く転移して村を目指したらしい。なるほど。白蓮に荷物輸送用の板を背負ってもらい、それに乗って移動。早いが場所がそれなりに遠いので時間がかかった。白蓮のテンションが温泉に着く前に高くなったので、目的は達成しちゃったんだけどな。ともかく温泉施設は無事に残されている。資料騎士はどこかなと思ったら、鎧を脱いで入っていた。俺の姿を見て慌てて出ようとするが、そのまま入っててもらう。番人として頑張っているのはわかる。温泉の片隅に倒された魔物や魔獣の死骸がまとめられているからな。まずは温泉の入り方を同行者に説明。男湯女湯はしっかりと分けるように。男湯の方はダガとガルフに、女湯の方はラムリアスとセナに任せる。では各自入浴開始。さて俺もと思ったが、その前にすべきことをする。予定していなかった同行者猫、いつの間にか子供たちに抱きしめられ同行していた。別に怒ったりはしないが、温泉地で退屈ではないだろうか。猫用の遊び道具でもと考えていると、何やら温泉に興味があるよう。しかし猫が入るには深い湯船。俺は少し考え、猫用の浅い小さい風呂を近くに作った。どうだ。片足で慎重にチェックした後、かなりビビりながら入った。座ってお尻がお湯に浸かり、温かさに満足したのか、頭を湯船の外に出しながら寝そべった。うん、よかった。次に資料騎士が退治した魔物や魔獣の死骸、新しいものもあるが古いのもある。冬だから腐敗は進んでいないと思ったが、温泉地だからだろう。一部から腐敗臭がする。処分しておこう。万能農具で耕し、土に戻して。死骸の山の中にパニックカリブーさんがいた。角はしっかりとある。後で狩猟騎士を褒めようと心に決める。さあ、温泉と思ったが、着替える場所に置かれた錆だらけの鎧に気づいた。プレートメールと呼ばれる全身鎧。狩猟騎士の鎧だ。前に会った時もボロいと思ったが、ここまで錆だらけだっただろうか。温泉地だからか。剣は錆びてはいない。こっちは新品同様。魔剣なのかな。俺は近くの森に行き、木材を獲得。木製の鎧を作ってみる。見本は目の前にあるからな。しばらくして肩を叩かれる。ラムリアスだ。そろそろ帰る時間のよう。鎧が完成しなかった。少し悔しい。そして俺、温泉に入ってない。ムー。まあ、また今度来ればよいか。子供たちはまだまだ温泉で遊びたいようだが、ラムリアスとセナが追い立てるように誘導。ダガとガルフも温かい体で満足そうに。その手に持っているのは酒かな。帰りに白蓮に運ばれている間に飲むつもりと。今までは護衛で我慢していたからダメとは言わない。おっと、猫を忘れるところだった。温泉で完全熟睡をしている猫を起こし、体を拭く。毛に艶が出てるな。温泉に髪をつけると傷むんじゃなかったっけ。動物の毛は別かな。良くなっているなら気にすることはないか。作りかけの木製鎧をまとめ、白蓮に乗り込む。今度来るときは完成品を持ってきてやろう。ほかほかと湯気を立てる狩猟騎士に見送られながら、俺たちは村に向かった。遠足みたいだったな。また今度、来よう。村に無事到着し、気づいた。帰り、ビーゼルに頼んで転移魔法を使ってもらえばよかったんじゃないかな。無粋かなと思って。行きも白蓮山の上で食事だったから、帰りもそうなのかなって。ビーゼル、フラウの言葉。まあ、いいか。楽しかったし。さて、春までもう少し。俺は持ち帰った木製鎧を仕上げる。山エルフさんたち、手伝ってくれるのは嬉しいけど、ギミックは必要ないからね。変な装置を組み込むのは、鉄鋼からナイフが飛び出す。足の先からも。こっちは収納。ここに鉄を仕込んで、小型の盾に変形。ロマンだな。狩猟騎士が喜んでくれると良いのだが。次回は、異世界のんびり農家161、10年目の春162。牧場拡張と他、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。